熊本の山中の清和という地に江戸時代から170年以上続く人形浄瑠璃がある。3人で息を合わせて一体の人形を操る人形芝居、清和文楽は淡路系だと言われ、人形の身振り手振りを大きく見せる工夫がされている。保存会ができたのは昭和の初め。大正時代に上演が途絶えていた人形浄瑠璃を昭和天皇即位の大典をきっかけに復活させたのだ。80年代からは行政が強力にバックアップ、人形浄瑠璃専用の劇場が作られ、熊本にゆかりのある小泉八雲の原作で雪女やムジナを清和オリジナルの人形浄瑠璃として創作し、人気の演目に。さらに昔ながらの神社の奉納芝居を再現した滝木文楽は、観光客だけでなく地元の人々の秋の行事としても定着した。保存会会員は少なくとも2日に1度は文楽の公演があり、本業の農作業の手を止めて劇場に入る。年間7000人の来場者を迎える体制は会員たちの地道な活動で支えられている。160年70年続いたやつを守っていくという、その意識は強なったです。現在舞台に上がる太夫と三味線は、公演を取り仕切る清和文楽の里協会が職員として雇い、本場淡路で修行させた若者たち。清和では新しいことに積極的に取り組む一方で、伝統を守る仕組みも作り、今熊本県内唯一の人形芝居の里として人々に愛されている。